まだ体が出来上がっていないのに、魔力の方はそれに構わずどんどん成長しているわ。水風船の容量に構わず水を詰め込んでいる。というと分かりやすいかしら。それっていつか破裂しちまうよな。そうね。一度水、つまり魔力を発散させれば少し楽になると思うけれど。魔力使えばいいの？なら団長、勝負だ！え？無茶ですよ、フューフちゃん。フラフラじゃないですか。いいから、いいから。はあ、立っちゃダメですってば。待って、フューフちゃん。そうね、いっそその方がいいのかも。団長さん、気が引けるでしょうけど試してみてあげて。
ちゃん、調子はどうですか？絶好調！ハハハ！体が軽い！ほら、ぴょんぴょんしても平気だよ！よかった。荒療治だけれど、うまくいったみたいね。団長、ありがとう！あ、そうだそうだ。怪我治さなきゃね。あれだけ戦ったのに、まだ団長さんの傷を治せるくらい魔力に余裕があるのね。あ、そうだ。あのね、あのね、団長、教えたいことあったんだよ。ん？そういや、さっきも話そうと思ってたことがあるって言ってたっけ。うん、そうなんだ。ちっちゃから聞いたんだけど、転生期はもっとすごくなれるんだって。転生期、護身杖のことですよね。今でもすごい武器なのにもっとすごくなるって。なんかね、古い戦場、戦場にね、転生機をすごくする何かがあるらしいや。それが何だったか、あちしちょっとよくわかんなくて。団長、役に立ちそう？役に立ったか。じゃ、褒めて褒めて。ピュンフ、あまりはしゃいではダメよ。さっきまで調子が悪かったことには変わりはないのよ。今は超元気なんだけど、またグラグラなるのかな。転生期も気になるけれど、ピュンフの体調のことも心配ね。次に体調を崩す前に溢れる魔力をどうにかする方法を見つけないと。